皆さんこんにちは <laughs> 時刻は正午になりました昼ラジ木曜日ミスのチラトーク中地みすずですさあ沖縄地方なんですけど今日この時間はね日中はちょっとそんなに暑くはないんですけどまあでもね本当にねこのところの日中のね暑さすごいのよ沖縄は ツイキャスやユーストリームで聞いていらっしゃる県外の皆さん皆さんの地域ではいかがでしょうかもうねこの暑さでね衣替えをいつしていいかわからない衣替えできない沖縄ですうん、まだまだ半袖半ズボンでね冷房もまだまだ大活躍中ですよ沖縄ではもうねあのー、昨日なんですけど昨夜今朝方まで あのまずは冷房つけずに寝てみようと挑戦したんですよ。もういい加減11月来週からは11月だしもういい加減冷房つけるのはやめてみようと思って扇風機は全開で寝てたんですけどもうね暑さで眠れず朝なってましたなんかチュンチュンいってるぞなんか明るくなってきたぞって朝だよっていうねそんなね、あのー、でだからね一旦起きたんですけど8時ぐらいにね 眠気との戦いでした、ね、暑くて眠れないっていうのは久々でしたけれどもああそっかそっかってこんなふうにあのだるさを感じるよね確かっていうのは久々に感じましたけどでも本当にねあの沖縄の衣替えって難しいんですよ。あのなんて言ううでしょうねあの公務員とか だったりするとやっぱり11月からは、まあ、衣替えの季節ということで顆、えーまあ、シュウェアから、まあ、ちょっとスーツに変わったり長袖に変わったりだとかいろいろあったりするんですけれども皆さん大変みたいですね日中は暑くて。であの朝晩はね涼しい状態は11月を過ぎても続くんですよ。日中暑くて朝晩は 肌寒いいじゃないですよ日中は涼しいっていう状態あ朝晩は涼しいっていう状態が11月を過ぎても続いてあっという間に季節は12月ってことになってたりするんですよであの薄手の長袖とか羽織るものがあればまだまだ絶対過ごせる時期なので,で私去年は12月の中旬ぐらいにさすがに衣替え全部しようかっつってやっとやりましても今年はいつになるのやら <laughs> これだからね、風邪ひく人たちが多かったり、でねこれあの、県外にいらっしゃる皆さん、どうでしょうかあの、沖縄の方ではね、インフルエンザ A 型がめっちゃ流行ってますよ、あちらこちら、フェイスブック見ても、なんか熱だるくって、熱が出てて、って病院行ったらインフルエンザ A 型だったとかって、こんなにも多いのっていうぐらいびっくりしてますけどね、学校でもね、ちょこちょこ流行り始めてるということで。 えー、皆さんの地域よりも早めにインフルエンザが流行っている沖縄です <laughs> 季節の変わり目どうぞ皆さんご自愛くださいさあ昼ラジ木曜日では皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ皆さんからのメッセージ皆さんの地域皆さんの住んでいるところではどんな季節になっているのか衣替えはどんな感じになっているのかぜひぜひ教えてくださいメールアドレスです ひるらじ12アットマーク Gmail.com ひるらじ12アットマーク Gmail.com fm コザでお聞きの方は 761‐fm コザ .jp761‐fm コザ .jpfm ギノワンでお聞きの方は 797‐fm ギノワン .com797‐fm ギノワン .com までお送りくださいお待ちしておりますさあそして今週リスナープレゼント今週もありますよこちらこっちこっちこっち はい、えー、と今週のですねリスナープレゼントは、えー、と沖縄市にあります沖縄グランメールリゾートレストランドレスダイナーのランチペア券を2組様にプレゼントいたします和洋中のメニューに沖縄を感じさせる豊富なバイキングを沖縄市の丘の上でお楽しみください。 ご希望の方はメールでお送りください。懸命に「ひるらじリスナープレゼント」と書いて本文にはお名前またあなたの連絡先を必ず明記してください。またねその際番組に対するご意見ご感想もぜひ添えてください。お待ちしております。メールアドレスです。ひるラジ 12.gmail.com 昼ラジ 12.gmail.comhiru raj12.gmail.com までお送りください。お待ちしております。 えと締め切りはですね今週いっぱいとなっておりますたくさんの皆様からのご応募お待ちしております当選者は来週のこの時間昼ラジにて発表いたします当選された方なんですがスタジオに取りに来ていただくかもしくは着払いとさせていただきますご了承くださいさあ先週のリスナープレゼント当選者の発表です先週は読谷村にあります沖縄ザンパ岬ロイヤルホテルのランチ券でございました <laughs> すごい、当選者の方、今週名前長いなえ、とある町の自治会副会長、イ・ジェヒョンさん。<laughs> <laughs> 当選者は とある町の土地回副会長イ・ジョヒョンジョジョジェジェヒョンさん <laughs> ジェヒョンさんそして、えー、石垣島の金髪たこ焼き屋さんに当選に決まりましたおめでとうございます <laughs>、えー、着払いかスタジオに取りに来てくださいおめでとうございます <laughs> はい <laughs> すごいね面白いねみんなリスナーさんのそのあのー、ラジオネームって面白いね。 ね、いろいろとぜひあのいろんなリスナーさんメッセージを送ってください待ってます、はい、<laughs> さあ今日のメニューをご紹介してまいりましょうまずは最初は健康と美をテーマにお届けしますチュラトーク週替わりでお肌のことアロマのこと運動のこと食のことについてご紹介しているんですが第四週目は 話題を今日はちょっとガラリと変えてゲストをお招きいたしまして今度の土曜日に開催されますイベントについてご紹介したいと思いますそして <laughs> 週末イベント情報週末何するどこ行くもうね10月はやっぱりもう31日はハロウィンということでハロウィンパーティー情報についてご紹介します そしてユンタクタイムの後はクガニ言葉クガニ言葉今日もないと思いますユンタクタイムでお届けいたしますミスのチュラトークこの後12時56分までお付き合いくださいこの番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニューさんはそして沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供他各社の協力で お送りしします懐かしい高校時代にこの曲でねあのダンスとかやりましたね創作ダンスとか体育の授業で。 お届けいたしましょう今日のオープニングナンバーベリージョイルです We didn't start the fire